皆様こんにちは。福猫本舗の鈴木みゆきです。本日は猫さんのお留守番は住み慣れたお家が一番というお話をさせていただきます。お留守番している猫さんのもとにお邪魔して、猫さんのストレスのないお留守番のサポートをさせていただく猫さん専門のキャットシッターとして16年になります。キャットシッターというサービスを初めてご利用くださるお客様の声で多いのが、ペットホテルにお泊まりしてのお留守番で猫さんが体調を崩してしまったというもの。犬さんのように一緒に旅行ができればとても幸せなのですが、例外はあるものの、ほとんどの場合そうできない、そうすべきではないというのが猫さんという生き物。私自身、キャットシッターを始める前、相棒猫パチャさんをペットホテルに預かっていただいて苦い経験をした一人。パチャさんを預かっていただいた際、ホテルのスタッフの方々はケージの隅にじっとうずくまったまま動こうともしないパチャさんに、手でご飯をあげようとしてくださったり、おもちゃで遊んで気分を盛り上げようとしてくださったり、とても細やかな配慮をしてくださいました。それでもやっぱりご飯も食べず、おしっこさえも我慢していたというパチャさん。パチャさんはおおらかで人懐っこい子だと思っていただけに、そんなパチャさんの様子を聞き、とても申し訳ないことをしてしまったと今でも心が痛みます。ケージがダメだったとか、スタッフさんの対応が悪かったとか、そういったことでは決してありません。スタッフさんの心配りはとてもよく伝わってきました。パチャさんがうずくまったまま時間を過ごした原因は、猫さんはそもそも環境の変化の対応がとても苦手というところにあります。たとえそれがそれぞれ猫さん専用の個室になっていようとも、あるいはキャットタワーなどがしつらえてあったとしてもです。当時はそのあたりのことがよく分かっていませんでした。でも今ならわかります。キャットシッターとしてご縁をいただいているご家族様の経験談を伺えば伺うほど、猫さんの場合、住み慣れたお家でのお留守番が一番ということを強く実感するのです。これからの時期、ご旅行や帰省などお出かけになる機会も増えるかもしれません。その場合にはぜひ猫さんがお家でお留守番できる手立てを考えていただきたいと思います。お近くにプロのペットシッターさんはいらっしゃいませんでしょうか。お友達にご飯のお世話、トイレのお掃除、猫さんの遊び相手をお願いできませんでしょうか。お留守番してくれている猫さんのお世話をしてくださる方を見つけていただくことで、猫さんはきっと快適にお留守番してくれるものと思います。無理なくお出かけいただいて、ご旅行先では存分にお楽しみいただき、そしてお帰りになられたら立派にお留守番してくれたことに感謝の気持ちを伝え、たっぷりの愛情を注いであげてください。猫さんもきっとお留守番できた自分に自信を持ってくれることでしょう。皆様のお出かけが楽しいものであり、猫さんのお留守番が快適なものでありますように。本日も最後までお付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。皆様と暮らす猫さん、そして皆様の毎日が幸せいっぱい、笑顔いっぱいでありますこと、心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。